大日本プロレス後楽園ホール大会第7試合、本日のメインイベント、流血武装トーナメント1回戦、羽化転生デスマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、大神、180cm、110kg、神谷秀吉。赤コーナー、プロレスリングバサー、ユニオンワークスチャンピオン、172cm、75kg、これか、イサミリー。レフェリー、マック・タケダ。
停車が5分経過、5分経過。やろうな。
上げろ。Come on!
HP が200ぐらいとしてあいつ1000超えてるもん多分それぐらい強い何してどうやったらダメージを与えられるのか分からんいいっすね僕がプロレスラーとして一番教わってる方だと思うんでデスマッチの中でなんでねはいそのイサムさんに今日こうやって勝てたのがすごい自分の中で大きいしとても嬉しいっすね楽しみでしかないですね。この流血無双トーナメント。こんなにも、ね、今体もめちゃめちゃきついですし、めちゃめちゃきついんですけど、僕たちが
思いっきりね、今後思いっきり戦って、そしてね、今日来てくれたお客さんたちにね、何か少しでも伝わればいいなと思いました。はい、それだけです。はい。